はやや選挙人獲得数でクリントン氏有利かという話ありましたけれども、うん、投票日の最後の最後になっても、まあ、まだどっちになるかわからないというこの選挙戦ですけれども、岡本さん、クリントン氏、トランプ氏、うん、どうご覧になってますか。いや、僕はもう今までずっとクリントンが勝つ、ね、トランプが勝てる、あの、地盤はないと言ってきちゃったんで、クリントン勝ってくれないと困るんですけどね。まあ、あの、わかりません、はい、そのもちろん番狂わせということもあるんですが、うんうん、まあ、アメリカのメディアが言ってるのは、このいろいろなあの世論調査の数字ありますけども、はい、うん、激戦州、つまり今両者の間が 1% ぐらいで拮抗している州として、ペンシルバニアとフロリダと、どうでしたか、ノースカロライナ、うん、ね、3つ挙げて、はい、まあ、もう一つアイオワがあるんですけど、アイオワはまあ選挙人が少ないっていうことでね、うん、そうするとその全てをあのトランプが取らないと勝てない、はい、今までそのクリントンが固めている州の選挙人との数においてね、うん、となるとなかなか難しいんじゃないのというのが、うん、アメリカのメディア今の段階で言ってますけど、まあ、まだ分かりませんですから、はい、第一元になるその世論調査支持率っていうのが、うん、それはやっぱり、うん、調査機関も 3% ぐらいの誤差あるとこ認めてますんでね、はい、うん、今となってはもう何が起こっても不思議ではないということですね、はい、手嶋さん、どうご覧になってますか。はい、岡本さんとともに東アジアの安全保障を含めて見ているものから言うとですね、はいはい、トランプ候補が大変もし、うん、政権の座につくみたいなことになるとですね、うん、何が起こるかわからない、うん、大変懸念すべき材料なので、うんうん、したがってあの多分世界のためになることは非常に危険だというふうにはあえてきちっと申し上げたいというふうに思うんですが、うん、その点では今のところクリントンさんが取っている数だけでいうと少し多いように見えますけれども、うん、僕らずっとこの、はい、数字を足し算してですね、うんうん、最後に頭角を打つということをやってきたんですけど、はい、あれも本当に間違った瞬間にちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、直ちにやめさせてもらいますということになるわけですよね、うん、したがってそれを思い浮かべて、うん、今回はそれをやらなくて本当に良かったというふうに思うんですけれども、うん、それにつけてもですね、うん、今、あの現地からのお伝えがあったような形で、はい、今のところ若干クリントンに有利ではあるんですけれども、うん、仮にオハイオ、フロリダ、ノースキャロライナというようなところをですね、うん、これトランプが取るということは、うん、他の周辺のところもですね、うん、勢いがあるということを意味するんですよね、はい、従って踏みとどまれるのかどうかクリントン候補は、うん、いうことになるんだと思います、うん、あのメール問題の話は確かにその通りなんですけれども、はい、メール問題の本質というのは一言で言うと、うん、メール問題程度でですね、うん、中盤ほとんどもう残票がなくなっているところで、うん、こんなことをパタパタと支持基盤がということですから、うん、これ一言で言うとクリントンさん本当に選挙に弱いなというふうに岡本さん思いますね、うん、選挙弱い、あのいろんな原因が、はい、多分あるんだと思いますけれども、はい、一言、クリントンさんは本当に選挙に弱いと思います。まだ安心できないということですね、はい、全然安心してない、はい、宮さんいかがですか。あの接戦州の行方が、まあ、鍵を握っており、うん、しかも接戦州のほとんどを取らないと難しいというのはもう先ほどからお話出てます通りですよね、うん、でただその今のところその上げ潮にあるのはトランプ氏だというところで、うん、実は支持率を見るとですね、あの上げ基調にあるんですね、で上げ基調にあるところでどのぐらい、まあ、この数日でそのトランプに投票しようと思う人が増えたかという問題もありますし、はい、あとはそのヒラリーさんちょっと嫌気している民主党支持者、うん、まあ、サンダースさんに投票したような方々がどのぐらいこう出足といいますが、うん、投票に行かれるのかと、うん、でこれは、まあ、私が取材したところではトランプさんが負けそうなら行かないと、うん、だけど本当にまずいんだったら行きますと、うん、でそうするとじゃあヒラリーさん勝つから行かないよという人も出てくる可能性があるというところで、うん、その出足次第なのと、あと私が仮にトランプの選対でも、うん、ミシガン行きますね、うんうん、ミシガンが鍵かなと思いますね、うん、他を、まあ、地道に取っても、うん、取れることを含みで考えたとしてもやはりミシガンがないときついかなと思いますね、うんうんうん。
三浦さんいかがですか、フロリダご覧になったそうですけれども、どんな印象をお持ちになりましたですか。フロリダで回ってみるとですね、はいはい、要はその外に出ている人っていうのはお年寄りではなくて、普通にね現役の方々ですよね、はい、で現役の方々でヒスパニックの方、たまたま捕まえた人、3、40人かな、はい、全部トランプ支持で豊かな、ね、地区だったと思うんですよ、はい、ファーマーズマーケットに来て、はい、でその人たちは必ずしもヒラリー支持ではないと、でただその高齢者住宅でもうケア付き住宅に住んでいるような方っていうのはもうこれは固いクリントン支持 でこれはその、今までこう年金生活に入ってしまって、もうこれ以上自分の人生、そのアッパーを目指さなくてもいいという人たちは、実はクリントンの現状維持を望んでいると。なるほど。でしかしそうじゃない人たちに関して言うと、やはり豊かな層はですね、共和党支持に流れがちなわけですね、でヒスパニックに関して言うと、実はそのトランプさんっていうのは、かなりメキシコを攻撃したことで有名になりましたけども、そんなにその共和党の中では、なんていうかヒスパニックに対して敵対的じゃなかったんですよね、リベラルな方だったわけで、だから、トランプ その例えば企業に勤めていた人たちもいるし、そんなに嫌いっていうほどでもなかったんです、肌感覚でいうと。ただ統計上見るとやはりフロリダでは、長らくトランプさんの方が支持率が低かったわけですよね、でただここへ来て例えば上院選を見ると、ルビオさんね、4位ぐらいまでつけた人ですよね、でフロリダではルビオさんがどうも接戦で勝ちそうだというところなので、ここまで持ってきたのは、逆にさっきの話に戻してみると、トランプさん随分よくやったっていう考え方もできるわけですよ、人口動態でいうとヒスパニック、黒人、この人たちが相当増えてきているので、その今まで明らかに共和党の州だったところでも民主党に流れがちであると、しかしフロリダのような州を取れたり、もしかしたらミシガンまで取れるかもしれないという、これはトランプさんのそのイレクタビリティっていうんですけど、当選可能性、これは年明けぐらいのアメリカのメディアではヒラリーさんの次につけてたんですよ、つまりまだどの党も代表を選出してない段階で、ヒラリーさん、トランプさん、ルビオさんっていう、ルビオさんが選ばれたのは要はそのキューバ系移民のヒスパニック系の人だからですけど、そのぐらいのヒスパニックを大統領候補にするぐらいのゲームチェンジをやらないと、もともと共和党はかなり辛いところまで来ている、だけれども、ここまでトランプさんがやってこれたっていうのは、やっぱり彼の今までの政党のラインに沿っていない考え方、それから、皆さんトランプの支持者を結構非難されるんですけど、そのブルーカラーの白人労働者階級ってもともと民主党支持してたわけで、その民主党支持してる元労組の人たちっていうのを非難するんだったら民主党を非難しなきゃいけないわけですよね、だからそこら辺はダブルスタンダードがメディアにはあるのかなと思いますね、手嶋さん、この遊説した地域からそれぞれのこのラストスパートの戦略、どんなことが見えますか。一番最初に載っているミシガンは、本来ならばもう民主党の大変高い固い地盤ですよね、日本で言いますと愛知県の自動車労組みたいなところですよね、本来行く必要がない、行ってはいけないところなんですけど、やっぱりそこに差し込まれてると、やっぱり行かざるを得ないということになりますから、大事なところにということになる、その点で、差し込まれ、差し込みということでいうと、まさにさっきから申し上げている段打線で、さっきギリギリ272なんていう大変な数字がそこに出てますけれども、それを表すような少なくとも事前のところでいうと戦いになっているということだと思います。ニューハンプシャーに行ってますよね、はい、トランプが、はい、これは先ほどもその手嶋さん言われたような感覚で、このちっちゃな州に彼は足を運んだというそういうことなんでしょうね。本当は、選挙でいうとですね、例えば、ブッシュ大統領はカール・ロブという名打ての天才的な選挙参謀がいて、そういう人たちは現地を歩き、あらゆる情報を入れて、そして次大統領どこにということを決める、それがことごとく当たって、アルゴア当時副大統領を破るということになるんですけれども、そういう人が際立った人がいるというふうには思えないんですね、やっぱり自分の勘でやっている、しかし、その勘はなかなか、その点で大変ひどい
大統領候補ですよ。しかし侮ることはできないなという感じがします。なるほど。三浦さんいかがですか、この回り方なんか感じる部分もありますか。あのミシガンについてちょっと補足をすると、その今自動車労組の話出ましたよね、うん、はい、で自動車労組って、まあ、結構ひどい人たちで、うん、ちょっとね正直な話、その金融危機以降、はい、自分たちの利益を守って、うん、新規参入のつまり若い人たち、2007年以降に就職してくる人たちの時給を半分に下げることを労使協調で合意しちゃったんですよね。で今まであまりに例えば自動車の、まあまあ、製造の工場に働く人たちの給料が高かったらそうかもしれないんだけど、じゃあ自分たちの、まあ、食いぶちをちょっと削ってね、それでもやっぱり工場が閉じないようにしようっていうのが当たり前なんだけれども、そこはやっぱり若い人たちに、まあ、付けを払わせたわけですよ。でそういう中でじゃあ例えばトランプさんを支持する人たちが出てくるとなると、うん、今までのクリントンさんの戦略というものが、うん、まあまりにちょっとまずかったっていうのは言えていて、うん、でクリントンさんがなぜここまでサンダースさんにつけ込まれたかというとですね、やはり例えば彼女は教育って言っても中産階級じゃなくて、はい、底辺の例えば黒人の女学生がコミュニティカレッジに2年行くんだけども卒業できない、なぜならば子供ができてしまった時に例えばシングルマザーになって保育園がないと続けられないわけですね。そういったところに手当てしてきたのはあの非常にその、まあ、いいことなんだけれども、じゃあサンダース支持者はどういう人たちだったかというと、普通の中産階級、800万円とか稼いでる人たちの、まあ、子どもたちなんですよね。でその人たちの利益っていうのを、まあ、ちょっと無視した形になって、まあ、ある意味ちょっと悪い言い方をすると貧困ビジネスなんていうことをね、はい、ツイッターで言われたりして、でそういったその票の掘り起こしの観点から自分たちの元々の基盤を、まあ、重視しなかったんじゃないかと、まあ、そういう印象を少なくとも与えたので、まあ、ここはトランプさんに支持がいってるわけですよね。なるほど。手島さん、ミシガンの実態っていうのはどういうふうに。今ですね、皆さんは、はいはい、自動車労組の人たちが前は良かったんだけどひどいというふうに、まあ、思いなんですけれども率直に言うとですね、はい、あの労働組合のボスの中に全部とは言いませんよ、もともとそうで、トラック労組のボスっていうのは、はい、マフィアと非常に近いということなので、はいはい、昔からそうなんですね、うん、はい、まあ、それもあって南部に工場がどんどん移っていって、はいはい、例えばトヨタさんなんかも南部にやっぱり工場を作ってるわけですね、はい、だからその北部をこうどうしようかっていうことなんですよ、うん、結局この戦いは、うんうんうん、でカリフォルニアではもう新産業の花が開いてるけれども、はい、じゃあ自分たち本当に鉄鋼だとか自動車だとかって残せるのかっていった時に、うんうん、実は経済政策においてクリントン支持率よりも、はい、トランプ支持率の方が高いんですね、全米で、うん、でこれ CNN の調査なんでリベラルバイアスかかってる調査なんですよ、うん、でそれ考えると、うん、じゃあなんで経済政策でクリントンさんが苦手な印象を与えてるのか、うん、でこれはもうやっぱりさっきのところに戻っていて、うん、で結局大企業を攻撃したりとか、うん、富裕層を攻撃するというだけではやはり経済政策がうまいという印象を与えられないんですよね、うん、なるほど。岡本さんね、こう今最終日にこう回った出荷をコロコロ見えていく中でオハイオに行ってる人がいないんですよ。でオハイオっていうのは非常に重要なっていうことで、先ほどはあのこういうふうに表もお出ししたぐらいで、オハイオも、まあ、トランプがひっくり返した、ひっくり直近の数字ではひっくり返してはいるけれども、まあ、大激戦で、まあ、先ほどの手島さんのお話にもありましたようにオハイオを制するものだと言われる中で、まあ、それより前には回ってはいたんでしょうけども、最終日っていうのはやっぱり最重要拠点を回るというのが当然だと僕は思うんですけども、両候補ともオハイオに行っていない、こういう時のオハイオというのはどういう、こう両候補陣営としては見える、もう勝敗ついてるからもう行かないという意味なんですかね。トランプの方はそうなんですよね、はい、3.5% 今差が開いてる、はい、ということは、はい、いや、まあ、さっき手島さんも言っておられたけれども、うん、民主党の牙城に攻め込む方が今はいいんだということで、うんうん、まさにミシガンですよね、はい、それからペンシルバニアですね、はい、うん、でまあ、今度の選挙というのは、うん、やっぱり僕はグローバリゼーションの結果、うん、この二分化が進んでね、はい、でまあ、揺り戻しが来てそれに落ちこぼれた人たち、はい、それはもう所得格差だって、うん、その驚くほど今開いてますね、うん、トップ 10% の人たちが 90% の富を支配すると、はい、こういう世の中で、うん、そういう中でその今までのようにイデオロギーでね、うん、リベラルか保守かとかね、うん、あるいは政策も小さい政府がいいのか大きい政府がいいのかとかね、
そういうことではなくて、もう自分たちがこのグローバリゼーションで割り送って、うん、そしてこのダメな方のね、はい、落ちこぼれの方に入っちゃってるか、うん、それとも今のこの IT を身につけてね、うん、どんどんと金持ちになってってる、そっちの勝ち組の方になってるかで、うん、投票のブロックというのが明らかにこう分かれてきちゃってるんですよね、はいはい、そうするとこの落ちこぼれ組負け組の方が、うん、どこの州にもいて、うんうん、これは今までのこのだったら民主党に投票してた人たちだけれども、はい、まさにそこでこの一番の問題を、うん、一番の問題というかこの弱い人たち、落ちこぼれの人たちに俺こそ救世主だと言って乗り込んできた反対党の共和党のトランプのところへみんなこの、うん、なだれを打ってグループとしていくということがどこでも起こりうるということを共和党というか、まあ、トランプ陣営は考えたんですね。岡本さん、格差に対してね、うん、格差問題に対するその解決を委ねるのはアメリカの国民はクリントンよりもトランプの方が格差問題に対する解を持っているというふうにお感じになって感じているという意味でおっしゃってます。それはもうトランプは半分デマゴーグですけども、はい、まあ、しかし、うん、訴え方はうまいですよね。そして敵を作って、それはもう不法移民であり、はい、それから中国であり、うんうん、外国 の, その企業であり、うん、それから外国へ生産拠点を移してしまうアメリカの企業であり、はいはい、俺は全部そういうのを元に戻すぞとね、そして今までの強いアメリカを作り直すんだという、そっちの方がクリントンのようにですね、うん、やれエネルギー政策を同行していくとかね、うん、それから、まあ、税をもう少し上げてね、はい、うん、それであの再配分していくんだとかね、うん、で経済成長を少しずつやっていくんだというよりは、やっぱりこれだけ不満が大きいと、うん、トランプのような言い方の方がもう直裁に直接にこう響いてくるんですね。実現可能性は問われてないんですか、そこで。実現可能性はもう二の次ですよね、あれはだって最近は、はい、とにかくあまりにも両候補、はい、まあ、特にトランプが、うん、言ってることがひどいから、うん、これは正しかったかどうかというね、うん、チェックの、番組とかインターネットが、はいはいはい、その直後にすぐ立ち上がりますよ、はい、そうするとトランプが今言ったことの8割ぐらいはあれは嘘っていうかね、うん、正しくない数字の引用だとかね、うんうん、それはもう何度も何度も来ているにもかかわらず、うん、人々はやっぱり不満が大きいから、ああやってとにかくたけたけしく力強く敵をやっつけろと、敵っていうのは経済的に自分たちを困窮させる側にいる人たち、それをやっつけろというところへついていちゃうんですね。なんか今も始まってると、もしトランプさんが勝ったら民主主義の終わりみたいなね、宗具とは言いませんよ、ポピュリズムの極致みたいなふうにも聞こえます。まあポピュリズムですよね、うん、僕アメリカへ、まあ、時々行きますね、はい、それで自分が席を置いてるマサチューセッツ工科大学行きますよ、はいはい、で、うん、行くたんびにそれは仕事で行った場合には、まあ、少なくとも100人200人ぐらいの人たちこう話をしますよね、うんうんうん、それで選挙の話もしますね、はいはい、その中でね、ただの一人としてトランプがいいという人はいないんですよ、ただの一人もいないね。ところがね、この間観光旅行しましてね、はあ、それで町のねレストランとかなんとか、これはね、うん、もうそういうとこでね友達になるじゃないですか、うん、まあ、みんな気がいいからね、よよ一杯飲んでくれとかね、うん、それはもうほぼ全員がトランプ支持者ですね。そのくらいの両極文化で、まあ、僕らねやっぱり自分の限られたこういう範囲からね目が曇ってましたね、はあ、その全体にこのふつふつとしてたぎっている現在の状況に対する不満、うん、怒りというものを十分見れなかったですね。でこのトランプの支持者の人たちは何もこの偏った愛国主義者でもなければ、この大変ななんていうんですかね、わからんちんでもなくて普通の人たちですよ、うんうんうん、普通の人たちがやっぱりそこまで押し込まれてしまっているという現実がありますね。文字通り2つのアメリカということだと思いますよね、うんうん、選挙の地図も真っ2つにブルーステートと、はいはい、それからレッドステートに分かれてますよね、うん、そして
各地でいうと岡本さんが本拠にしていたワシントン DC とかですね、うん、そして特にケンブリッジという一帯はね、うん、大変知的な人が多いですよね、うん、そういうところは2つのアメリカの両極の一つの方、うん、でディープサウスというようなところに行くとですね、はいはいはい、全く違うと、はい、その人たちは、うん、自分たちは言えなく中産階級から落ちこぼれてしまっていると、うん、この辺もう現状を変えるためには誰でもいいと、トランプだったら実現可能性がなくてもいいんですか。いやそれはねそう考えないんだと思う、つまり清水の舞台からということなんですけれども、それはしかしアメリカの有権者の責任なんですが、ここが問題なんですけれども、アメリカはですね他の国とは違いますよね、うん、世界の痩せたいといえども、うん、リーダーということになりますが、はい、これ後で出てくると思うんですけれども、はい、安全保障政策にこう転嫁していくということになりますから、はい、ここアメリカだけの話で済むんだったら、うん、大いにやってくださいと、うん、清水の舞台からも取り置いてくださいと、うん、しかしそうならないところが、うん、この選挙の非常に重要なところで、うん、その余波を僕たちが受けるきますよ、ね、安全保障政策では明らかにそうですから、うん、はい、したがって清水の舞台から飛び降りてもらっては困るんですね、うんうん、日本の国益考えるとトランプは困るっていうのでよろしいんですか。それは絶対的に困りますね。あまりこういうふうに専門家は絶対的なんてことは言いませんよね。そうおっしゃる通り基本的には孤立主義者でしょう、はい、まあそれはまた後で、どうぞ徳丸さんですけどね、一回おっしゃってください、アジア太平洋地域からも引いていくし、はい、うん、それから、うん、その対外的なコミットメントはどこまで守るか分からないし、うん、もう TPP は絶対にこの反対だし、うん、それから、うん、外国からの投資もこれ、うん、やっぱりやりにくくなりますね。で、通商という貿易というのは、ね、普通はウィンウィンであるはずなんですね、はい、双方とも輸出国も輸入国もメリットあるけれども、うん、彼はそういうところにも一切メリットを、まあ、見出さない、うん、まあ、ゼロサムだと思ってるわけですね、はい、輸出する方が得で、うん、輸入する方は損だ、うん、まあ、安全保障は日本はもっとこの防衛費を負担、うん、米軍の駐留費を負担しろって、ね、うん、それは正しいデータに基づいてないですよ、彼が言ってるのはね、うん、だけどももうあそこまで言っちゃったら彼はやるでしょうって、うん、大統領討論のね、うん、候補同士の討論の時の、あのなんていうんですかね、クリントンが喋ってる時の、うん、中断のさせ方、はいはいね、はい、自分のセリフを押し込む、うん、あれ大統領になってもあのスタイルで反対論を何か言ったらお前黙ってろとこうやるのかなと思ったら立然としますね。それで欧州もそう思ってますよね。ところがね、欧州だから周りの人たちは彼なんかに大統領になると本当に困る、だけれども、まあね、さっき言った一般僕は、はい、うん、小さな町で会った人と、はい、まあ、三浦さんもね、さっき会った人で、みんなトランプ支持だって言った、はい、その人たちのところに身を置きますとね、うん、さあ僕だっていやどっちに入れたか分かんないな、つまりね、州、自分の州から出たことがないんですよ、はい、僕はね、うん、なるほど、それで自分の目に見えるのは家族のこと、うん、友人のこと、うん、ね、息子がいつまでたっても職に就けないな、うんうん、いや孫はこの授業料が高すぎて、うん、カレッジに行けない、うん、ああ工場が閉鎖されてる、そんなもんトランプが少々ぐらい品が悪くったって、うん、その国際的に叩かれようと、そんなことは俺関係ねえよとね、うん、壁作ったって、まあ、それは確かに品が悪いけども、うん、俺は何のそれで、損害も受けないし、うん、ね、で今トランプがずっと言ってることをそういう人たちの身に自分を置いてみて考えると何が困るか、うん、考えないですね。はあ、ただそれよりは、うん、今の生活を直しやるぞという方についていっちゃうじゃないですかね。うんうん、おっしゃる通りで、はあ、つまりトランプの主張の中で何が一番問題なのかというと、うん、はいはい、もう象徴的ですね、うん、アメリカファースト、うん、アメリカの国益をどこよりも優先するという、うん、こういう人たちが、うん、まさにこれがアピールをし、これのところで今接戦になっているということですよね。で、それはアメリカ国内ではいいですし、はい、アメリカのような大きな国だと、うん、自己完結がある程度可能ということなんですが、同時にアメリカは世界のリーダーでもある、オバマ大統領は認めないけれども、うん、実質的に世界の警察官でもあるということになりますよね。そのアメリカファースト、うん、アメリカの国益を何よりもというのがですね、うん、世界にそれが広がったときにどれほど現状
況を不安定化させるのかという大きな問題があるので問題、こここそが問題なんですね。しかってスキャンダルとかいろんな過激な壁ぐらいどうぞ作ってくださいと、しかしそのことが問題なのではなくて、アメリカファーストというですね、アメリカはアメリカのために、これ戦後違うんですから、アメリカは西側同盟のためにということなんですから、つまりそういう主張をする候補者が8年ぶりにファイターズの奪還を目指し、そして二大政党の一角から出てきてしまった、アウトサイダーですよ、しかし出てきてしまった、ここに危機の本質があるんだと思います。三浦さん、フロリダでいろんな人がお会いになった中でね、今みたいな懸念って何も感じなかったですか？みんなやっぱり信じてやまないものだったんですか？まずその前提から申し上げますと、経済に関して私は民主党全く信用してないんですね、経済政策に関しては。でこれはやっぱりそのクリントンさん、かといってじゃあトランプの言ってることは信用できるんですか？トランプの言ってることは支離滅裂ですよ、ただその中で例えば見るべき政策が全くないかというとそれは違う。で例えば今普通にアメリカの企業はリーディング産業のリーディングカンパニーですよね、だから全世界で強いのはアメリカの企業ですが、グローバルに儲けてるとすると国内での法人税は高いんだけれども、海外の収益というのが見逃されるわけですよね、でだからこそアメリカの企業は拠点を海外に持っていく部分もあるし、向こうで儲けたお金は本国に呼び戻さないんですよ、でそこを例えば資金を呼び戻すために1回こっきりで 10% かけますと、 10% かけるから呼びたい人はもう呼び戻してくださいと、こうするとやっぱりアメリカの幹部はですね、自国でお金使いたいと思ってますから、そこで資産を引き上げてくるわけですよ、そうすると資産が流入する、で投資に回る、消費に回るということになるので、これは決しておかしい政策ではないですね。ただ過激ではありますけれども、でそういったそのアメリカファーストの中にも、例えばその本当に自由貿易を阻害するわけではない、例えば 10% の法人税を払いたくなければ別に例えば日本に資産を置いておけばいいです、でそれは企業の自由な選択の結果なんですね。でこういったその経済の根本がじゃあ民主党分かっているかというと、ただ単に自分たちはグローバルで、その資本主義や自由貿易に対して敵対的じゃないと思いたいだけの知識人と、それから例えば民衆として見ると、これはまたすごくね、なんで分配重視で企業や富裕層をちょっと憎んでると、どこの民主党の話してるんですかって話になるみたいな。でも本当にそうなんですよ。だから結局私はファミリーが、夫の一族は半分はノースカロライナにいますから、で富裕層ですね、でそうするとその皆さんがご覧になっているブルーステートの現実とは違うものをやっぱり見てきたの で、でそういった中でいうとやっぱり民主党の政策というのはもう聞いているだけでですね、我慢がならないと彼らが思う理由もまあ分かると、でつまり自分たちの子どもの学費を一生懸命払っている人に対して、じゃあ一生懸命お金を貯めてこなかった層にタダにしたらいいのかってこう嫉妬の論理が働くし、同時に例えばお金持ちを批判しますけども、その給与所得者を批判するべきじゃないんですね、ミット・ロムニーさんみたいに投資だけで儲けてる人たちは、例えば日本では、例えばキャピタルゲインの中でもキャリードインタレストっていう制度は所得税かかるんですけど、アメリカではあんまかかんないんですね、でそういった不公平の問題がある中で、ほとんど税金を払っていない層ではなくて、そこそこ富裕だからというだけで攻撃をされてはたまらないというのも、わかるんですよ。だから孤立主義は両方の政党に存在するんじゃないかなと。って言ってる、そっちの勝ち組の方になってるか、で、投票のブロックというのが明らかにこう分かれてきちゃってるんですね、そうするとこの落ちこぼれ組、負け組の方が、どこの州にもいて、これは今までのこのだったら民主党に投票してた人たちだけれども、まさにそこでこの一番の問題を、一番の問題というかこの弱い人たち、落ちこぼれの人たちに俺こそ救世主だと言って乗り込んできた反対党の共和党のトランプのところへみんなこの
雪崩を打ってグループとしていくということがどこでも起こり得るということを共和党というか、まあ、トランプ陣営は考えたんですね。岡本さん、格差に対してね、うん、格差問題に対するその解決を委ねるのはアメリカの国民はクリントンよりもトランプの方が格差問題に対する解を持っているというふうにお感じになって感じているという意味でおっしゃってます。それはもうトランプは半分デマゴーグですけども、はい、まあ、しかし、うん、訴え方はうまいですよね、うん、そして敵を作って、それはもう不法移民であり、はい、それから中国であり、うんうん、外国 の, その企業であり、うん、それから外国へ生産拠点を移してしまうアメリカの企業であり、はいはい、俺は全部そういうのを元に戻すぞとね、そして今までの強いアメリカを作り直すんだという、そっちの方がクリントンのようにですね、うん、やれエネルギー政策を同行していくとかね、うん、それから、まあ、税をもう少し上げてね、はい、それで再配分していくんだとかね、うん、で経済成長を少しずつやっていくんだというよりは、やっぱりこれだけ不満が大きいと、うん、トランプのような言い方の方がもう直接に直接にこう響いてくるんですね。実現可能性は問われてないんですか、そこで。実現可能性はもう二の次ですよね、あれはだって最近は、はい、とにかくあまりにも両候補、はい、まあ、特にトランプが、うん、言ってることがひどいから、うん、これは正しかったかどうかというね、うん、チェック の, 番組とかインターネットがその直後にすぐ立ち上がりますよ、はい、そうするとトランプが今言ったことの8割ぐらいはあれは嘘っていうかね、うん、正しくない数字の引用だとかね、うん、それはもう何度も何度も来ているにもかかわらず、うん、人々はやっぱり不満が大きいから、ああやってとにかくたけだけしく力強く敵をやっつけろと、敵っていうのは経済的に自分たちを困窮させる側にいる人たち、それをやっつけろというところへついていちゃうんですね。なんか今も始まってると、もしトランプさんが勝ったら民主主義の終わりみたいなね、宗具とは言いませんよ、ポピュリズムの極致みたいな風にも聞こえます。まあ、ポピュリズムです。やっぱり信じてやまないものだったんですか。まず、はい、その前提から申し上げますと、はいはいはい、経済に関して私は民主党全く信用してないんですね、うん、経済政策に関しては、でこれはやっぱりそのクリントンさん、かといってじゃあトランプの言ってることは信用できるんですか。トランプの言ってることは支離滅裂ですよ、うん、ただその中で、うん、例えば見るべき政策が全くないかというとそれは違う。で例えば、うん、今普通にアメリカの企業はリーディング産業のリーディングカンパニーですよね、うん、だから全世界で強いのはアメリカの企業ですが、うん、まあ、グローバルに儲けてるとすると、うん、国内での法人税は高いんだけれども、うん、海外の収益というのが見逃されるわけですよね、はい、でだからこそアメリカの企業は拠点を海外に持っていく部分もあるし、うん、向こうで儲けたお金は本国に呼び戻さないんですよ、はい、でそこを例えば資金を呼び戻すために1回こっきりで 10% かけますと、うん、10% かけるから呼びたい人はまあ呼び戻してくださいと、うん、こうするとやっぱりアメリカの幹部はですね、うん、自国でお金使いたいと思ってますから、うん、そこで資産を引き上げてくるわけですよ、うん、そうすると資産が流入する、で投資に回る、消費に回るということになるので、これは決しておかしい政策ではないですね。ただ過激ではありますけれども、でそういったそのアメリカファーストの中にも、例えばその本当に自由貿易を阻害するわけではない、例えば 10% の法人税を払いたくなければ別に例えば日本に資産を置いておけばいいんです。でそれは企業の自由な選択の結果なんですね。でこういったその経済の根本がじゃあ民主党分かっているかというと、ただ単に自分たちはグローバルで、うん、その資本主義や、まあ、自由貿易に対して敵対的じゃないと思いたいだけの知識人と、うんうん、それから例えば民衆として見ると、うん、これはまたすごくね、うん、なんで分配重視で企業や富裕層を、まあ、ちょっと憎んでると、どこの民主党の話してるんですかって話になるみたいな。いやでも本当にそうなんですよ。だから結局私は、まあ、はい、ファミリーが、はい、まあ、夫の一族は半分はノースカロライナにいますから、うん、でまあ、富裕層ですね、うん、でそうするとその皆さんがご覧になっているブルーステートの現実とは違うものをやっぱり見てきたの で、うん、でそういった中で言うとやっぱり民主党の政策というのは、うん、もう聞いているだけでですね、うん、我慢がならないと彼らが思う理由もまあまあ分かると、うん、でつまり自分たちの子どもの学費を一生懸命払っている人に対して、うん、じゃあ一生懸命お金を貯めてこなかった層にタダにしたらいいのか
ってこう嫉妬の論理が働くし、まあ、同時に例えばお金持ちを批判しますけども、うん、その給与所得者を批判するべきじゃないんですね、うん、ミット・ロムニーさんみたいに投資だけで儲けてる人たちは、うん、例えば日本では、うん、あの例えばキャピタルゲインの中でもキャリードインタレストっていう制度は所得税かかるんですけど、うん、アメリカではあんまかかんないんですね、うん、でそういった不公平の問題がある中で、うんうん、ほとんど税金を払っていないそうではなくて、うん、まあそこそこ富裕だからというだけで攻撃をされたのにつけ込まれたかというとですね、やはり例えば彼女は教育って言っても中産階級じゃなくて、はい、底辺の例えば黒人の女学生がコミュニティカレッジに2年行くんだけども、うん、卒業できない、なぜならば子供ができてしまった時に、例えばシングルマザーになって保育園がないと続けられないわけですね。そういったところに手当てしてきたのは非常にその、まあ、いいことなんだけれども、じゃあサンダース支持者はどういう人たちだったかというと、普通の中産階級、800万円とか稼いでる人たちの、まあ、子供たちなんですよね。でその人たちの利益っていうのを、まあ、ちょっと無視した形になって、まあ、ある意味ちょっと悪い言い方をすると貧困ビジネスなんていうことをね、はい、ツイッターで言われたりして、でそういったその票の掘り起こしの観点から自分たちの元々の基盤を、まあ、重視しなかったんじゃないかと、まあ、そういう印象を少なくとも与えたので、まあ、ここはトランプさんに支持がいってるわけですよね。なるほど、うん、手島さん、ミシガンの実態っていうのはどういうふうに今ですね、はい、皆さんは自動車労組の人たちが前が良かったんだけどひどいというふうに、まあ、思いなんですけれども、率直に言うとですね、あの労働組合のボスの中に全部とは言いませんよ、もともとそうで、トラック労組のボスっていうのはマフィアと非常に近いっていうことなので昔からそうなんですね、はい、まあ、それもあって南部に工場がどんどん移っていって、はいはい、例えばトヨタさんなんかも南部にやっぱり工場作ってるわけですね、はい、だからその北部をこうどうしようかっていうことなんですよ、うん、結局この戦いは、うん、でカリフォルニアではもう新産業の花が開いてるけれども、はい、じゃあ自分たち本当に鉄鋼だとか自動車だとかって残せるのかっていった時に、うん、実は経済政策においてクリントン支持率よりも、はい、トランプ支持率の方が高いんですね、全米で、うん、でこれ CNN の調査なんでリベラルバイアスかかってる調査なんですよ、うん、でそれ考えると、うん、じゃあなんで経済政策でクリントンさんが苦手な印象を与えてるのか、うん、でこれはもうやっぱりさっきのところに戻っていて、で結局大企業を攻撃したりとか、うん、富裕層を攻撃するというだけではやはり経済政策がうまいという印象を与えられないんですよね、うん、なるほど。岡本さんね、こう今最終日にこう回った出荷をコロコロ見えていく中でオハイオに行ってる人がいないんですよ。でオハイオっていうのは非常に重要なっていうことで、先ほどはこういうふうに票もお出ししたぐらいで、オハイオも、まあ、トランプがひっくり返した、ひっくり直近の数字はひっくり返してはいるけれども、まあ、大激戦で、まあ、先ほどの手島さんのお話にもありましたようにオハイオを制するものだと言われる中で、まあ、それより前には回ってはいたんでしょうけども、最終日っていうのはやっぱり最重要拠点を回るというのが当然だと僕は思うんですけども、両候補ともオハイオに行っていない、こういう時のオハイオというのはどういう、こう両候補陣営としては見える、もう勝敗ついてるからもう行かないという意味なんですかね。トランプの方はそうなんですよね、はい、3.5% 今差が開いてる、はい、ということは、はい、いや、まあ、さっき手島さんも言って、大統領討論のね、うん、あの候補同士の討論の時の、あのなんていうんですかね、クリントンが喋ってる時の、うん、中断のさせ方、はいはいね、はい、自分のセリフを押し込む、うん、あれ大統領になってもあのスタイルで反対論を何か言ったらお前黙ってろとこうやるのかなと思ったら立然としますね。それで欧州もそう思ってますよね。ところがね、欧州だから周りの人たちは彼なんかに大統領になると本当に困る、だけれどもまあね、さっき言った一般僕は、はい、小さな町で会った人と、はい、まあ、三浦さんもね、さっき会った人で、はい、みんなトランプ支持だって言った、はい、その人たちのところに身を置きますとね、さあ僕だっていやどっちに入れたか分かんないな、つまりね、州、自分の州から出たことがないんですよ、はい、うん、僕はね、なるほど。それで自分の目に見えるのは家族のこと、うん、友人のこと、うん、ね、息子がいつまでたっても職に就けないな、うんうん、いや孫はこの授業料が高すぎて、うん、カレッジに行けない、うん、ああ工場が閉鎖されてる、そんなもんトランプが少々ぐらい品が悪くったって、うん、その国際的に叩かれようと、そんなことは俺関係ねえよとね、うん、壁作ったって、まあ、それは確かに品が悪いけども、うん、俺は何のそれで、損害も受けないし、うん、ね、
で今トランプがずっと言ってることをそういう人たちの身に自分を置いてみて考えると何が困るか考えないですね、うん、ただそれよりは今の生活を直しちゃうぞという方についていっちゃうじゃないですかね、うんうんうん、おっしゃる通りで、つまりトランプの主張の中で何が一番問題なのかというと、うんはいはい、もう象徴的ですね、うん、アメリカファースト、うん、アメリカの国益をどこよりも優先するっていう、うん、こういう人たちが、うん、まさにこれがアピールをし、うん、これのところで今接戦になっているということですよね、うん、でそれはアメリカ国内ではいいですし、はい、アメリカのような大きな国だと、うん、自己完結がある程度可能ということなんですが、同時にアメリカは世界のリーダーでもある、オバマ大統領は認めないけれども、うん、実質的に世界の警察官でもあるということになりますよね、うん、そのアメリカファースト、うん、アメリカの国益を何よりもというのがですね、うん、世界にそれが広がった時にどれほど現状を不安定化させるのかという大きな問題があるので問題、こここそが問題なんですね。しかってスキャンダルとかいろんな過激な壁ぐらいどうぞ作ってくださいと、しかしそのことが問題なのではなくて、アメリカファーストというですね、アメリカはアメリカのために、これ戦後違うんですから、アメリカは西側同盟のためにということなんですから、つまりそういう主張をする候補者が8年ぶりに、でどのぐらい、まあ、この数日でそのトランプに投票しようと思う人が増えたかという問題もありますし、はい、あとはそのヒラリーさんをちょっと嫌気している民主党支持者、うん、まあ、サンダースさんに投票したような方々がどのぐらいこう出足といいますが、うん、投票に行かれるのかと、うん、でこれは、私が取材したところではトランプさんが負けそうなら行かないと、うん、だけど本当にまずいんだったら行きますと、うん、でそうするとじゃあヒラリーさん勝つから行かないよという人も出てくる可能性があるというところで、うんうん、その出足次第なのと、あと私が仮にトランプの選対でも、うん、ミシガン行きますね、うんうん、ミシガンが鍵かなと思いますね、うん、他を、まあ、地道に取っても、うん、取れることを含みで考えたとしてもやはりミシガンがないときついかなと思いますね、うんうんうん、三浦さんいかがですか、フロリダご覧になったそうですけれども、どんな印象をお持ちになりましたですか。フロリダで回ってみるとですね、はいはい、まあ、要はその外に出ている人っていうのはお年寄りではなくて、うん、まあ、普通にね現役の方々ですよね、はい、で現役の方々でヒスパニックの方、たまたま捕まえた人、うん、まあ、3、40人かな、はい、全部トランプ支持で豊かな、ね、はい、地区だったと思うんですよ、はい、ファーマーズマーケットに来て、はい、でその人たちは必ずしもヒラリー支持ではないと、うん、でただその高齢者住宅でもうケア付き住宅に住んでいるような方っていうのはもうこれは固いクリントン支持 で、うんうん、でこれはその、まあ、今までこう年金生活に入ってしまって、うん、もうこれ以上自分の人生、うん、まあ、そのアッパーを目指さなくてもいいという人たちは、うん、はい、実はクリントンの現状以上望んでいると。なるほど。でしかしそうじゃない人たちに関して言うと、やはり豊かな層はですね、うん、共和党支持に流れがちなわけですね、うん、でヒスパニックに関して言うと、実はそのトランプさんっていうのは、まあ、かなりメキシコを攻撃したことで有名になりましたけども、はいはい、そんなにその共和党の中では、うん、タッカー派っていうか、そのなんていうか、ヒスパニックに対して敵対的じゃなかったんですよね、うんうん、リベラルな方だったわけで、だから、まあ、トランプ の、 その例えば企業に勤めていた人たちもいるし、そんなに嫌いっていうほどでもなかったんです、うん、肌感覚でいうと、うんうん、ただ統計上見るとやはりフロリダでは、はい、まあ、長らくトランプさんの方が支持率が低かったわけですよね、うん、でただここへ来て例えば上院選を見ると、はい、ルビオさんね、はい、3位まで、あ、3、4位ぐらいまでつけた人ですよね、うん、でフロリダではルビオさんがどうも接戦で勝ちそうだというところなので、うんうん、ここまで持ってきたのは、うん、逆にさっきの話に戻してみると、うん、トランプさんずいぶんよくやったっていう考え方もできるわけですよ、うん、人口動態でいうと、はい、ヒスパニック、黒人、はい、この人たちが相当増えてきているので、うんうん、その今まで明らかに共和党の州だったところでも、はい、民主党に流れがちであると、うん、しかしフロリダのような州を取れたり、うん、まあ、もしかしたらミシガンまで取れるかもしれないという、うん、でこれはトランプさん の、 その入れ、うん、このブロックというのが明らかにこう分かれてきちゃってるんですね、はいはい、そうするとこの落ちこぼれ組、負け組の方が、うん、どこの州にもいて、うんうん、これは今までのこのだったら民主党に投票してた人たちだけれども、はい、まさにそこでこの一番の問題を、うん、一番の問題というかこの
弱い人たち、落ちこぼれの人たちに俺こそ救世主だと言って乗り込んできた反対党の共和党のトランプのところへみんなこの、なだれを打ってグループとしていくということがどこでも起こり得るということを共和党というか、まあ、トランプ陣営は考えたんですね。岡本さん、格差に対してね、格差問題に対するその解決を委ねるのはアメリカの国民はクリントンよりもトランプの方が格差問題に対する解を持っているというふうにお感じになって感じているという意味でおっしゃってます。それはもうトランプは半分デマゴーグですけども、はい、まあ、しかし訴え方はうまいですよね。そして敵を作って、それはもう不法移民であり、はい、それから中国であり、外国 の、 その企業であり、それから外国へ生産拠点を移してしまうアメリカの企業であり、俺は全部そういうのを元に戻すぞとね、そして今までの強いアメリカを作り直すんだという、そっちの方がクリントンのようにですね、やれエネルギー政策を同行していくとかね、それから、まあ、税をもう少し上げてね、はい、それであの再配分していくんだとかね、で経済成長を少しずつやっていくんだというよりは、やっぱりこれだけ不満が大きいと、トランプのような言い方の方がもう直裁に直接にこう響いてくるんですね。実現可能性は問われてないんですか、そこで。実現可能性はもう二の次ですよね。あれはだって最近は、はい、とにかくあまりにも両候補、はい、まあ、特にトランプが、うん、言ってることがひどいから、うん、これは正しかったかどうかというね、うん、チェックの、番組とかインターネットがその直後にすぐ立ち上がりますよ、はい、そうするとトランプが今言ったことの8割ぐらいはあれは嘘っていうかね、うん、正しくない数字の引用だとかね、うん、それはもう何度も何度も来ているにもかかわらず、うん、人々はやっぱり不満が大きいから、ああやってとにかくたけだけしく力強く敵をやっつけろと、敵っていうのは経済的に自分たちを困窮させる側にいる人たち、それをやっつけろっていうところへついていちゃうんですね。なんか今も始まってると、もしトランプさんが勝ったら民主主義の終わりみたいなね、宗具とは言いませんよ、ポピュリズムの極致みたいな風にも聞こえます。まあポピュリズムですよね、うん、僕アメリカへ、まあ、時々行きます。アメリカの企業であり、うん、俺は全部そういうのを元に戻すぞとね、そして今までの強いアメリカを作り直すんだという、そっちの方がクリントンのようにですね、うん、やれエネルギー政策を同行していくとかね、うん、それから、まあ、税をもう少し上げてね、はい、それで再配分していくんだとかね、うん、で経済成長を少しずつやっていくんだというよりは、やっぱりこれだけ不満が大きいと、うん、トランプのような言い方の方がもう直裁に直接にこう響いてくるんですね。実現可能性は問われてないんですか、そこで。実現可能性はもう二の次ですよね。あれはだって最近は、はい、とにかくあまりにも両候補、はい、まあ、特にトランプが、うん、言ってることがひどいから、うん、これは正しかったかどうかというね、うん、チェックの、番組とかインターネットがその直後にすぐ立ち上がりますよ、はい、そうするとトランプが今言ったことの8割ぐらいはあれは嘘っていうかね、うん、正しくない数字の引用だとかね、うんうん、それはもう何度も何度も来ているにもかかわらず、うん、人々はやっぱり不満が大きいから、ああやってとにかくたけだけしく力強く敵をやっつけろと、敵っていうのは経済的に自分たちを困窮させる側にいる人たち、それをやっつけろというところへついていちゃうんですね。なんか今も始まってると、もしトランプさんが勝ったら民主主義の終わりみたいなね、宗具とは言いませんよ、ポピュリズムの極致みたいな風にも聞こえます。まあポピュリズムですよね、うん、僕アメリカへ、まあ、時々行きますね、はい、それで自分が席を置いてるマサチューセッツ工科大学行きますよ、はいはい、で、うん、行くたんびにそれは仕事で行った場合には、まあ、少なくとも100人200人ぐらいの人たちこう話をしますよね、うん、それで選挙の話もしますね、はいはい、その中でね、ただの一人としてトランプがいいという人はいないんですよ、ただの一人もいない、ね、ところがね、この間観光旅行しましてね、それで街のねレストランとかなんとか、これはね、うん、もう
そういうところでね、友達になるじゃないですか、うん、まあ、みんな気がいいからね、よよ一杯飲んでくれとかね、うん、それはもうほぼ全員がトランプ支持者ですね。そのくらいの両極文化で、まあ、僕らねやっぱり自分の限られたこういう範囲からね目が曇ってましたね、はあ、その全体にこのふつふつとしてたぎっている現在の状況に対する不満、うん、怒りというものを十分見れなかったですね。でこのトランプの支持者の人たちは何もこの偏った愛国主義者でもなければ、この大変ななんていうんですかね、わからんちんでもなくて普通の人たちですよ。普通の人たちがやっぱりそこまで押し込まれてしまっているという現実がありますね。文字通り2つのアメリカということだと思いますよね、うんうん、